どうも一ノ瀬恵奈です。今週も一ノ瀬恵奈の調教トップ5ということで、週末の重賞を予想する動画を配信していきます。まずは先週の振り返りからしていきたいのですが、こちらの動画ではセントールステークス予想させていただきました。4位に指名したアグリが2着、そして1位に指名したスマートクルージュが3着ということで、1着に来たテイエムスパーダは推奨することができなかったんですけれども、本当にあの日は富田騎手メインレースに向けて素晴らしい騎乗、本当に目立っていましたし、テイエムスパーダも見事その騎乗に応える走り、素晴らしかったなと思います。改めて関係者の皆様おめでとうございます。今週も楽しく追い切り見てまいりましたので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、今週はローズステークス予想していきます。金3年は中京開催で、しかも距離も 2000m でしたから、それを踏まえた過去10年で見ていきましょう。前走がオークス出走だった馬が馬券内には必ず絡むという結果になっています。特に前走オークスで5着以内の成績を収めた馬は9頭馬券に絡んでいます。ただですね、オークス5着以下の馬も3頭絡んでいますから、5着以内は特に気にしつつというデータがありそうです。今年の登録馬からは前走オークス4着のラベルが該当するかなと思います。また未補所属馬の勝利は2014年のヌーボレコルトのみ。これは立冬所属馬の方が出走頭数自体多いという点はもちろんあると思うんですけれども、ヌーボレコルトもオークスを勝つような実績を持った馬だったので、このあたりもポイントに考えていきましょう。じゃあ早速調教から見た上位評価5頭発表していきます。まずは第5位、マラキナイアです。ポイントはいい勢いを抑えつつということでこちらです。はい、まず1周前の販路では口向きを見ると若干行きたがっているかなという感じあるんですが、関節など見ると非常に柔らかい走りだなと思いました。中間はこれまでにもよくあるパターンで、土曜日にシーウッドで合わせ馬を消化、9月2日にはシーウッドで6波論83秒3、3波論37秒6、ラスト1波論が11秒4をマーク。コバ3勝2勝クラスの2頭と3頭合わせしていますが、大きく追走して導入できています。最終追い切りに関してはいつものように立冬販路でまとめてくる内容でしたが、力強いフットワークで1周前よりもいい勢いを貯められているなと感じられる動きでした。レースでのポイントは続けて 1800m をプラス2です。前走の八ヶ岳特別挑戦までは 1600m の距離の経験しかありませんでした。前走はスタート後に少しだけ口を割るようにも見えましたが、馬の後ろで好位置から我慢が効いていました。直線も伸びてはいるのですが、まだまだ良くなっていきそうな感じの中で2勝クラスで2着は立派だったなと思います。春先よりもスタート面も良化は感じているので、ここも頑張ってほしいです。続きまして第4位はラベルです。ポイントはレースに向けて運動量増加です。ということでこちら、はい、今回やや間隔開いていますが、間の9月10日日曜日にも販路で4波論54秒9をマークし、9月8日金曜日にも販路で時計を出しています。これまでの調整と比較しても金曜日まで販路入りしていたというのは初ですし、日曜の時計もこれまでより早めでした。しっかりとトーンを上げてきている印象があります。1週前追い切りと2週前追い切りには酒井隆成騎手が騎乗、1週前のシーウッドは6波論85秒6と少しゆったりめだなという印象ではありましたが、3波論37秒7、ラスト1波論11秒5は姉妹を伸ばせているなと思いました。最終追い切りは立冬販路で4波論50秒8、ラスト1波論12秒8、全体時計は自己ベストマークでより準備が整っているなと感じられます。レースでのポイントは春に3歳牝馬クラシックに挑戦していることです。はい、ラベル早くから素質を見せていましたし、クラシックに参戦していたという点は経験値の部分でも他の馬よりアドバンテージが高くなるかなと思います。
前走のオークスは4着、折り合いもバッチリで1枠1番から楽に先頭に立っていました。勝ち馬には離されてしまいましたが、大健闘の内容で改めて能力感じられたなと思います。阪神コースに関しては、阪神ジュベナイルフィリーズ、そして桜花賞とどちらも2桁着順というのは若干気になるんですけれども、枠順だったりやや力みのある走りになっていたりと、前走のオークスのように息を入れる走りではなかったので、改めてこう秋を迎えて阪神コースでどんな走りを見せてくれるのか期待したいと思います。続きまして第3位はレミージュです。ポイントは中間は連続の自己ベストです。こちら。はい。2週前のシーウッドでは、ロコハロン79秒5で自己ベストを更新。そして1週前追い切りには、今回初コンビとなる和田竜二騎手が騎乗し、4ハロン51秒4、ラスト1ハロン12秒4を1敗に追われて自己ベスト。最終追い切りでも半路でしたが、4ハロン52秒5をマークし、こちらもこれまでマークしてきた時計と比較すると自己ベストに値する高度計でした。ですから中間は自己ベスト更新が続いており、本当に時計面からも春からの成長分というのは非常に楽しみに感じられる内容でした。最終追い切り、半路の動き見ていても、首をこうグイグイと下げるような柔らかいフォームの低い走りを見せてくれていて、この点もちょっと面白そうだなと思っています。レースでのポイントは、理想は好位置からなのかなという点です。前走のオークスではスタート後に他馬と接触がありまして10着という結果に終わりました。もともとあんまりスタートをすごく抜群にいいなというタイプではないなと思っています。ですが過去に如月賞ではそんなにいいスタートではなかったんですけれども押して1コーナーまでに花を主張し結果5着に入るというようなレースぶりもありました。やや出負けしてしまう点においては不安はあるんですけれども今の状態なら行き足もついて好位置追走できるんじゃないかなと期待が持てましたので第3位まで上げさせていただきます。続きまして第2位はブレイリベーグです。ポイントは早めに立冬入りです。はい、ということでこちら、はい、まずですね8月24日から美穂で時計を出し始めており9月3日から立冬半路で時計を出しています。一周前追い切りでは初のシーウッド追いとなりましたが、7ハロンから時計を出し、馬なりで姉妹も11秒5に伸ばせています。そして最終追い切りではルメール騎手が騎乗し、一周前よりも時計を縮めて高度計マーク、3ハロン36秒4、ラスト1ハロン11秒4は息の入った走りで目立っていたなと思います。そして立冬へ移動前の2週前追い切りでは南ウッドで6ハロン82秒1、半マイル49秒9、ラスト1ハロンが11秒3をマークし自己ベストを更新。この週の南ウッド全体で見てもこのくらいの早い全体時計から半マイル40秒台だった馬はほぼいませんでした。非常に高度計だったなと思います。レースでのポイントは素質も高く、そして血統も注目。です。昨年8月にデビューし2着から骨折休養6ヶ月明けで堂々と6馬身差 V で未勝利戦を勝ちました。その後また骨折が判明して4ヶ月半後に出走した前走ではスタートでやや立ち遅れる部分がありました。ですが直線はですね馬なりで各馬に並びかけて騎乗していた戸崎騎手もおそらくターフビジョン確認していたんじゃないかなと思うくらい余裕な手応えでした。今回初の関西遠征、そして右回りと課題はあるんですけれども、お母さんのインナーアージのゼンマイはミッキークイーンということで、これはもう3歳のクラシック、秋で、ね、十分期待してもいいなと思いますので、血統面からもこちら頑張ってほしいなと思います。それでは第1位の発表です。こちら、ソーダズリングです。はい、正直ブレイリベーグとどっちを1位にしようかすごく迷ったんですけれどもソーダズリングの方が縦の比較というのが同じ部分で調整されている部分を含めてしやすかったので第1位とさせていただきました。ポイントは初の2ハロン23秒台マークです。1週前の半路では4ハロン50秒7、2ハロン23秒6、ラスト1ハロンが12秒0を馬なりでマーク。
全体時計は自己ベストタイでしたが、サンハロン以降は時計を更新してきました。オークスの時と比べても外目を駆け上がっていて、この点も非常に良かったなと思います。これまでの調整振り返っても、販路では2ハロン23秒台マークしていなかったのですが、なんと2週前にも2ハロン23秒9、ラスト1ハロン12秒0マークできており、時計面からも楽しみが持てるなと思います。確かにどちらも松若騎手騎乗で時計が出た点あるかもしれませんが、馬なりでマークというのは心強いです。そしてポイントのまとめです。はい、まず2ハロン23秒台2周連続マークもポイントなんですけれども、最終の販路では武豊騎手が騎乗し、4ハロン51秒7、2ハロン24秒1、ラスト1ハロンが11秒9をマーク。武豊騎手が感触も確かめられて、非常に良い最終追い切りでまとまったかなと思います。レースでのポイントは、関西圏で改めてです。金2走はフローラステークス、オークスと短いスパンで関東輸送が続いていました。よく検討していたなと感じる内容も本当に多かったんですけれども、2月の3歳未勝利戦からデビューをして、3月、4月、5月と本当にコンスタントにレース使っていましたし、なので今回は間隔を空けられて、改めて阪神の1800メートルなら非常に楽しみ持てるんじゃないかなと思っています。前走のオークスでも本当スタート後接触もありましたし、1コーナーまでの位置取りというのもやや窮屈でもったいなかったかなと思います。結果的に少し2400メートル長かったかなという印象も持てましたし、改めて短縮で頑張ってほしいなと思います。さあ、一ノ瀬慶奈の調教トップ5、今週もご視聴いただきありがとうございます。ランキングはこのようになりました。はい、ということで迷ったところだとコンクシェルですかね、好状態キープできているような印象で、こちらも非常に目に留まりました。あとはですね、体つきが非常によく映ったのはブライトジュエリーでした。もう本当にこうピカピカと光るような高馬体に映りましたので、こちらは当日の気配を含めて注目していきたいなと思います。みんな無事に頑張ってほしいです。さて、皆様いつもコメントグッドボタン本当にありがとうございます。今週阪神ジャンプステークスも土曜日にあるんですけれども、登録段階からですね、月曜日に行われるセントライト記念、追い切りからいいなと思った馬サクッとご紹介したいと思います。まずはやはりソウルオリエンスです。はい、一週前追い切り横山武史騎手騎乗されていたんですけれども、この動きが本当2週前からぐっと良化を感じられる内容でした。もちろんもっともっと良かったかなと思う内容春先にもあったんですけれども、現状1週前として良かったなと見ています。あとはですね、キングズレインも1週前に南ウッドで自己ベストをマークしていました。こちらも改めて期待をしてみたいです。さあ、ということで皆様、今週は3日間開催です。もうあっという間に秋のレース名がこう連なっていて、もう秋なんだなとようやく実感をしているんですけれども、私も先週中山競馬場早速秋遊びに行くことができました。まだまだ全然暑かったんですけれども、あの馬券の方はちょっとすごく自信満々に単勝勝負したんですけれども、ちょっと残念な結果に終わってしまったので、今週は3日間でなんとか取り戻せたらいいなとは思っています。今週も競馬を愛して楽しんでいきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、また来週ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。